ヘッドコーチの時の俺は一番嫌な仕事があったのは、うん、その子たちはプロに入るぐらいの子たち、今年のドラフトよ、泣くんよ、まあ俺は子供たちには言ってたな、うん、どういうやつだから、うん、最後にというか、うん、まあ、全コーチに聞きたい4つのことということで、うん、1個ずつ教えてほしいのか、最後つって4つもあるのかよ、うん、巨人コーチ時代の嬉しかった出来事、うん、悲しかった出来事、うん、もっとこうしておけばよかった出来事、あ、よかったこと、それから忘れられない出来事。嬉しかったことはやっぱりジャイアンツのユニフォーム袖通したことかな、ね、親父とか、まあ、コーチにいねえのかっていうのあるわけねえだろうって話してたからで就任決まって11月ぐらいに決まって、うん、で12月に親父亡くなったから、開幕見てないのよ、もうさんがコーチとしての開幕を見てないの、そうそうそう、秋のキャンプぐらいしか見てないの、うんうん、秋のキャンプっつったってそんなテレビもすぐ見てくんないじゃん、うんうん、でその時も体調悪かったからそんな見てないし、うん、だから親父に見せられなかったなっていうのはあるね。なるほどね。だからその前に子供の大会で、うん、ユニオン久しぶりに来て、うん、わあいいなと思って世界チャンピオンになったやつね。そうそうそう、うんうん、それでその時に星野さんに言われて、うん、やって77番つけてやって、うん、でコーチやる時何番がいいって、もし77番が空いてたら、うん、77がいいですっていうことは言ったんだけど、悲しかった出来事、ね、悲しい、まあ負けることだよね、うん、どの試合でもやっぱ負けた時は悲しいですか、悲しい、悔しいし悲しいって感じ、まあ、悲しいって言ったら、まあ、悲しいと悔しい、まあ悔しい方だね、うん、悲しいっていうのは何だろうな、ヘッドコーチの時の俺は一番嫌な仕事があったのは、うん、選手にファーム行っておいでっていう言葉なのなるほどね、うん、それが一番辛かった、なるほどね、うん、僕らの時ってマネージャーに言われてたのよ、うん、マネージャーが、うん、そうですね、明日からファームねっていう、うん、肩叩かれてね、そう、でもなんか俺は納得しなかったんです、うんうん、なんでっていう時もあったから、うん、ちゃんと俺がヘッドコーチやった時はマネージャーが行ってきますって言うから、いやそういうのは俺の仕事だから全部俺がやるって言ったんだけど、うん、その言いに行く時はやっぱ辛いよね、うん、若い方が辛いか、それとも年取ってる人の方が辛いですか、まあ、全員全員全員、外国人もそう、あ、本当に、うん、家族いるんだよなとか思っちゃう、なんかラモトさんらしいですね、なんかそこは割り切れてないんだね、やっぱね、そういうふうには見せないよ、うん、もちろん見せないけど、本当に嫌だった、泣いた人とかいた、泣いた選手とか、脅されるってなって、それはいないか、さすがに泣いたっていうか、まあまあ落ち込んでるやつはみんな落ち込むけどね、一軍半の選手は、うん、怒るやつもいるよ、あ、そう、やっぱり、うん、やっぱりグラブとかバックとかバーン投げるやつもいるし、それはもうどうするんですか、そういう態度とか、そこまでと、うん、もう悔しいんだろうけど、それはしょうがないことがあって、うんうん、でそこでグラブバーって投げつけたりしてても、そこで話したってもう聞ける状態じゃないから、うんうん、その時からもうそっといく、うんうん、いずれ冷静になったら分かるだろうって思うから、うんうん、逆にでもなんかちょっと嬉しそうにしちゃう選手とかもいいの？嬉しいやつはいないね。いない、やっぱり、うん、ええっていう、ただやっぱり俺っすかみたいなやつはいるね。あ、危機感持ってたのかどうか知らないけど、俺だよ通達した時に、あ、こいつもう上がってこれねえなっていう選手もいる。いやいや、それはない、ない、うん、それはないけど、うん、一軍上がってきた時の練習態度っていうのが良くない、うん、っていうのもあるのかな、うんうん、もう一軍に慣れちゃって、うん、俺練習も楽だし、うん、もう一軍だぜってやってるやつはもったいねえなっていつも思う、うん、上がってこれないとかそんなんじゃなくて、うん、落としてやろうとかじゃなくて、うん、ああこいつもったいない、なんで二軍で調子よかったらそれを続けないんだろうなと思ってさ、なるほどね、うん、では続いて、もっとこうしておけばよかったこと、ないよ、ない、何、例えば、何、例えば優勝するために、あ、もうちょっとこの試合こうしとけばよかったかなっていう、そんなのしょっちゅうだもん、しょっちゅうしょっちゅうだもん、そうなの、やっぱりでも、あーって思ってる暇もないから、うん、そうだね、ずっと動いてんだもんね、うん、このでもゲームで、例えば流れ変わっちゃったなとかっていうのは、例えば調子悪くなっちゃったなとかっていうのはあるんですか、チーム全体が主力を変えてエラーしたやつに変わった、変えて使ったやつがまたエラーして逆転された時
それはショックなのか、それともなんだよなのか、どうなんですか。ショックですか、やっぱショック。でそっからちょっと流れ良くなって、悪くなったから、でもなって思うのよ、でその主力も休ませなきゃいけないから、その試合が今あの光景浮かんねえですね。今浮かんない。すごい。今ね、あの試合だというのが。二人いるんだけどさ。お前だよって。彼らもいい経験したじゃないですかね。うんうん、でもちなみに今レギュラー出てたりする人？してないしない。してない。うん、今二軍選手ですか？二軍。二軍で一人出てった。あ、出てった。はい。誰だろうな。うん、内野手。いい。それでは最後に、一番忘れられない出来事、監督から電話かかってきた時とか、原監督、前監督から LINE が来た。あ、LINE？ うん、へぇ、 LINE でじゃあコーチ、来年コーチどうだって感じですか。いや、LINE、コーチって出てこなかったから、来年、ジャイエンツのために力を貸してくれないかって言われた、わけわからなかった、俺ゴルフの駐車場で見てたから、ゴルフ帰りの、なんだろうなと思って、ゴルフのお誘いじゃないかな。間違いないね、うん、間違いないですよね。なんだろうなと思ってよくわかんなくて、え、どういうことですかっていうことを返して、俺電話したのかな、なんか分かんなかったから電話して、え、どういうことですかって、由伸が監督やってたから、由伸で、原監督が由伸のためコーチをやんのかな、吉野君の下でやるのかなと思って、よく分かんなかったのが、どういうことですかっていうことを聞いて、いや、来年コーチで、原監督がやられるんですかって言ったら、まあ、そういうことになるなっていうことで、なるほど、あ、なるほどって思って分かったの、それでも時期的にまだシーズン終わってない時だったんですか、9月半ばぐらいかな、嬉しい、嬉しかったよ、嬉しかったよ、あの、と思ったから、即事務所に連絡して仕事のね、キャンセル、あの1月ぐらいから、まあ、もう入ってるのはしょうがないから、もう1月からもう仕事入れないでくれって、何ですかって言うから、いやちょっと、あ、いいからっつって、具体的にはでも事務所には言ってなかったさ、言ってない、コーチになるからとかで、まあちょっとしてからは、ちょっと来年、あのそっちから漏れるのも嫌だったから、シーズン終わるまでちょっと黙ってよと思って、シーズン終わった時に来年コーチやるからちょっと黙っててくれ、新人の合同練習とかも、合同練習はちょうどその監督とみんな集まる時は空いてたから行って、で合同練習はそんなあの1軍のコーチは見なくていい、3軍のコーチが見るんで、だからそこはもう行かなかった、仕事をしてたんだけど、あとなんかオーナー会議とかスタッフ会議があるから、そういう時にはもう仕事外して、実際に会った時はどんな感じだったんですか、原さんと。頑張ろうな、頼むなって言って、鳥肌とか立ちましたよ、ちょっと身震いするじゃないですか、やっぱなんかわあ来たかみたいな。いやそれはなかった、なかったですか、やってやろうの方が強かったんですか。いや、やってやる、いや、マジでと思った。あ、そっちの方が、俺でいいのっていう。あ、あ、本当ですか、だってもうないと思ってたから、よし、やってやろうとは思わなかった。でも、まだやってやろうと思った時のは、あの子供の監督やった時の方が毎日考えてた。あ、本当、もう久しぶりでその野球のこと考えるから、どうしようどうしようって、で子供たちと会えないし、でもなんかいろんなこと考えてたね、いろんな挨拶回りとかもあったから、そっちの方がよしっていう感じになってた、それがあったからなのか、そんなによしみたいな感じなかったの、で今誰なんだろうなメンバーとか、そういう感じだけだったから、だから宮本さんの方が毎日なんかこう、いや起きると考えちゃうんだよ、だから俺がそれだったから、あの子供のやつの時、あ、今俺のその状態になってんだと思った。言われた時にキャンプまでまあまあ時間あったもんね、もうさ、あるあるある、ね、子供たちの時ってもう いきなりポンと始まるわけでしょ、あれ。そうそう、練習とかも結構長かったんですか、やってたんですか、あれ。何にも一回もない。あ、そうなの。セレクション2日間見に行って、選手を自分で見て選んで、3ヶ月間会わないで、向こう行って、え？
あ、そんななんですか。だからお前ちゃんとやってたかみたいな。もしかしたらじゃあその3ヶ月で変わっちゃってた子とか。そう、だから変わってる子いたのよ。いたんですか。やっぱいたいた。やってる子は伸びてるし、やってない子は嘘でしょって思う声だし。本当、うん、例えば期待してたというか、まあ、こう計算してた。めっちゃ計算してて、うん、もう早めに選んでっていう子もいたから、うん、その子たちを蓋開けたら違ったから、わあやっぱちょっとこうなってんのかなとか、いろんなこと何かあったのかなって思って、でも代わりのやつとか必死こいてやってるから、うん、必死でやってるやつがやっぱり試合出るじゃん、うん、結果出すじゃん。はい、その子たちはプロ、もうプロに入るぐらいの子たち。今年のドラフトよ。あ、本当。あの前田君よ。大阪桐蔭の。マジで、うん、え、あれピックアップしてたから。本当、うん、すげえじゃん。エースとかも分かんないの、うんうん、合ってねえからいいなって思う、うん、その大会始まる前に4試合ぐらい練習試合みたいなのやるのよ、うん、ハワイとかのチームとかも来るのよ、うんうんうん、めっちゃ弱いのよハワイのチーム。あ、そうなんですか。ハワイなんか強そうだけど、うん、弱いの。でもめっちゃ弱い。あのアメリカは何チームか出てきてる、うん、日本と違って、うん、向こうの大会で選ばれてるとチームごと来るから。なるほどね。強いのよ、うんうん、でハワイはハワイで来てたの、うん、でなんかやったら弱くて、いやこれわかんねえなって思ってみんな抑えるしみんな打つし、うん、しようかなと思って、でも違うもんがちょっとあったなと思って、うんうん、だから前田には、うん、韓国がやっぱ一番強かった、うん、その12歳以下の子たち、でっけえピッチャーいてさ、うん、やっぱラインの引き方がすっげえ幅があるのよ、ホームベースとバッターボックスの間、うん、アウトコースなかなか届かないのよ子供たちは。でアウトコースのすげえいいピッチャーだから、うん、お前らもうラインいっぱい立てっつって、でそれ向こう気づかなかったっす、もうアウトコースばっかり来るが、うん、それ全部センター前の方打ち返せっつって、うん、成功して、うん、前田には韓国で球数制限でもあるけど、お前はもうこの試合にもう全部投げさせるから、うん、次の試合出なくていいからって、ね、もうこの試合で頑張って結果出してくれ、うんうん、分かりましたっつって完封してくれた。球数いないで、いないで、すごい。いや、あ、出たよ。あ、出たんですか。出たけど、次の試合はもう投げさせられなかったけど、次の試合は勝てると思ったんだけど、うんうんうん、どこだったんですか、その韓国の試合。アメリカ、うん、アメリカのチームだったんだけど、俺はいけると思ったから、うん、他もいいピッチャーいたから、うん、とりあえず韓国は前田に任せようと思って、うん、めっちゃかっこいいね。じゃあ次、あの決勝は代打で、うん、使って、あ、投げなければいい、あの別に打つ方ではないですか。打つは大丈夫、大丈夫。え、バッティングもいいんだ。じゃあレフトマン打ってたその時。へえ、うん、でもじゃあまだドラフトされてから会ってないですか。連絡も来てない。お父さんで連絡して、本人、あ、本当、うん、あ、言っといてくださいっつって、うん、本人からもあれ来て、うん、まあ俺は子供たちには言ってたのは野球をなめるな、うん、と言ってたから、うんうんうん、その野球をなめるな精神で頑張ります。元木イズムがそこでも浸透してるわけですね。まだいや、もう勘違いだから、そうやってさ蓋開けたら出てこれないやつね、うんうん、やっぱいるから野球舐めてんだよ、うん、その時期はうまっかもわかんないけど、うまいやつ死ぬほどいるからって、うんうん、俺がそうだったんだから学生チームなんてもう誰でも出るわと思ったの、うん、でもプロ入ったら違うわけだから、うん、やっぱりそうやって野球舐めちゃいけないなって。前田投手活躍の鍵って元木さんからご覧になってどうな。まあ、こっからやっぱりトレーニングだよね、うん、トレーニングと経験、うん、まあ甘くないですよ。今までは順調よく来たけど、でも俺は正直決勝戦お前らは舐めていったんじゃないのと思ったよ。あ、絶対遠いにやっぱりいいピッチャーで遠いんだろうと思った、うん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 、履正社勝ったから、うん、いけると思ったんじゃないのと俺は思った、ね、2年生の時からずっと抑えてるのだから、うんうん、そういう隙がどっかしらあったと思うの、うん、まあ、話じゃないけど、うん、だそういうことを感じ取ってやっぱ辛い思いしたんだったらまた一段階伸びていくんじゃない。ポテンシャルはでもすごそうですね。いいですよね、高校ナンバーワンって言われてますよね、ソフトバンク期待ですよね、うん、ちょっと iPhone 頼まなきゃな俺。15ね、新しいの俺に持っていいです、ね、何の話ですか。コーチってことでしょ、うん、あの競馬仲間。競馬仲間、上田競馬好き。このバカタレも、クソガキも、クソガキ全員大ちゃんって呼ぶなら